皆さんこんにちは。こんにちは。いや、やってまいりました。今日はドゥルル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 ル早速回ってみたいと思います。名前が本陣だからね。本陣なんだよね。本陣ですから。行ってみましょう。早速行ってみたいと思います。イエーイ、はい、レッツゴー。ボイス、これ今駅の裏側かな。裏っていうか一番出口から見たら裏。結構古い。はい、来ました。この道ですね。もうすごい、なんか一番出口から結構歩いたけどね。ちょっと歩いたけど 裏道みたいなとこ早速来ちゃいました。裏道ですよ。駅の目の前なんだけど裏道なんだね。あのバスが一応止まる、ね、そこの前。なんかようちゃんおすすめの店知ってるみたいで、ね、どうなんだろう。でも交渉してないですけど、日曜日の真っ昼間に交渉してないですけど大丈夫かな。果たしてね、やってることはやってる。やってます。やってる方。あ、冷やし中華。いいじゃん、冷やし中華来てすぎる。はい、この店ですね。アサイヤ。どうやらおすすめみたいなので、はい、ぜひチェックしてみてください。もう駅から徒歩30秒ぐらい。あちら駅なのですぐですね。もう店やっぱり美味しい。いいね。でも昼も定食とかやってていいんだけど、土日祝日も今見たらランチやってたしいいんだけど、うん、でも夜の方がいいかもしれない。結構いろんなメニューがあって、夜の方がなおよし。おすすめ、うん、まあ昼も美味しいけど、うん、来るなら夜。来るなら夜。はい、まあ、夜混むねこれ。じゃあ夜だよじゃあ次のとこ行ってみましょう。はい、さっきの中華屋からだいぶ歩いて。中華屋じゃない、中華屋じゃない。あれは普通に飯屋だ。浅井屋さん、浅井屋さんからちょっと歩いてきて、あのこの綺麗なね、舗装された道路をずっと歩いてるんですけど、だからどうやら向こうにあるみたいなので。そう、そっちにあるのが中華。あっちが中華。そう、なんかね、中国の人たちが与えてやってるんだけどさ、うん、なんか微妙な感じの雰囲気なんだけど、でもずっと何年も潰れてないんだよね。じゃあやっぱりそういうことは何かあるんですよ。何か美味しさがある。美味しさと安さがあるんじゃないですか。もろ今かけて真っ暗でしたよでは行ってみたいと思います。行ってみましょう。歩きましょう。中学校なんだけど小学校の体育館を借りて、あれもよかったの。その時当時中学校で、中学校で夜になんかみんなで集まって練習してたの。借りて。なんかバレーボール部なんだよ。めっちゃ熱心だ。そうそうそう。間違えられなくて、あれ、ボール、バボちゃん、バボちゃん、誰がバボちゃん帰れ。あれ、バボちゃん、あれ、今日白じゃん、あれ、おいおい、恥ずかしいやろ大通りやぞ。つい、片部駅から歩いてきたんですけど、台湾料理というところで、今から食べに行こうと思います。はい、食べてきました。あー、お腹いっぱい。お腹いっぱい。もうパンパンさ。安いね。安い。750円で、さっき見せた定食が、そうだね、食べれるんですけど、チャーハンだけなんと何倍でもおかわり自由。おかわり自由。おすすめ。もう過去に4回ぐらい食べてて、4回ぐらい。過去に4回。紅茶、紅茶。だからこんなお腹になるの。これはダメだ、モザイクかけといてモザイクじゃあちょっと駅の方向かいながら、うん、いい場所あったら紹介していきます。行きましょう。行きましょう。はい、駅に戻ってまいりました。特別これといってなんか紹介できるものなかったので、うん、もう駅に着いちゃいました。はい、でも飯、ご飯はね、できたね。これで一応散策終わりですけど、うん、ちょっと短かったですね、今回は。短縮、短縮なお届けでした。ご飯が今回紹介できたので良かったかな、うん、初の試み。そう、まあちょっと増やしていけばいいよ、ね、これから。これからちょっとご飯もちょくちょく増やしていこうと思うんですけど、うん、まあちょっとまだアポの取り方がわからないので、うん、まあ、その辺勉強しながらやっていこうと思います。ではこの動画がよくわかった、よくわかったじゃない、よかったよくわかった、よくわかった、何ですか、かこの動画が良かったとか本陣駅がよく知れたという方は高評価とグッドボタンお願いします。お願いします。
チャンネル、このチャンネルの登録もしてください。お願いします。お願いします。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。またねー。